승리를 하도록 하겠습니다. 明日は65のトーナメント出る、もう一回リングに沈めて記憶飛ばしたいと思います。下手するとガンカって言ってるかもしれないですね。そうですもうバキャっていう音だったんでですよね。すごい音が響き渡りましたが、この面やっぱ長野選手うまいな、距離の取り方。오늘은 한국 선수를 떡실신 의식불명 KO 시키겠다고 호언장담한 일본 문신 파이터와의 대결에 관한 내용입니다. 먼저 한국 선수는 지난 영상에서도 소개해드렸던 라운짐 소속 한국 엘리트 킥복서 이성현 선수인데요. 일본 격투단체 라이즈에서 많은 활약을 한 만큼 일본 선수들에게 강점을 보이고 있고, 특히 집요하게 로우킥으로 다리를 노려 상대를 전투불능으로 만들어 다리 분쇄자라는 별명도 가지고 있습니다. 상대는 일본의 료타 나카노 선수로, 일본 격투단체 라이즈에서 67.5kg급 챔피언도 지낸 강자인데요. 이번에 이성현 선수와의 경기를 앞두고 두 사람은 사전 인터뷰를 진행하였습니다. 안녕하세요. 이성현입니다. 제 마음은 뜨겁고요. 그리고 꼭 승리를 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 그럼 나카노 선수 부탁드립니다. 中野亮太です。明日は65のトーナメント出るんで必ず倒します。もう一回リングに沈めて記憶飛ばしたいと思います。담담하게승리를말했던이성현선수와는달리료타선수는이성현선수에게떡실신 KO를 예고하였는데요과연어떤대결이되었을지두선수의경기지금부터보겠습니다。今日の第10試合です。スーパーファイトスーパーライト級65キログラムリミット3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦。この放送の解説も引き続き中村拓海さん、元ライズスーパーフェザー級暫定王者カズマさん。第1ラウンドが始まりました。先ほどは白鳥大輝が見事1ラウンド KO 勝ち。さあ年末に向けてという試金石になります。見れる戦いが続いていますね。ますね、はい。まあ、前回今回再戦なんですけど、前回 67.5 で戦ってて、それであのバックハンドブローでイーソンヒョン今回65キロということで、まああんま影響ないと思うんですけど、どういった動きに影響があるのか。そうそう、まあ、前回そのバックハンドブローまでの流れはイーソンヒョン選手の方がまあいい流れはあったんですけど、はい、なんか今回その中野選手の気合の入りようっていうか、なんかすごい覚悟が決まってるなっていうか。中村さんはいかがでしょうか。はい、そうですね、僕もあの、ま、前回の試合展開でいうと、やっぱソンヒョンややあのペース握った中でのバックボードの勝ちっていうところ ですけど、はい、僕中野選手前回 の, あのメイソン選手とやった試合すごかったですよね。僕の選手とやっぱ中野選手ああいう試合をして、なんかすごくあの試合でまたレベルが上がったなっていうふうに見て思ったので、今回の試合もあのその延長戦というか、またでやっぱミドルもちゃんとこうムエタイされたり蹴れたりもするんで、はい、まあ、そういうところもしっかりあの見たいですし、まあ、ソンヒョン選手はもうあのもうこの何ですかね、肘なしのキックの一個の形っていうか、はい、ジャブワンツーどんどん前に出て相手削っていくようなスタイルなんでかっていうか、どういうふうなあの展開になるかがちょっと僕は楽しみですね。対戦で宇佐美メイソンと戦いました。非常に痺れる展開だったんですが、宇佐美のバッティングにより途中での判定ということになりまして、引き分けという形になっています。引き分けという形になっています。ところが綺麗にカウンターではまりました。あれ当たってなくても影響あると思いますね。そうですか。見せるだけでもやっぱ構えちゃうんで、はい、ソンヒョン選手としては、まあ、今のまさにこのような形で、前回はバックアンドブローが綺麗に決まりました。一瞬ソンヒョンがあのハイキックをスウェイした後にバックアンドブローを出してきたというのは中野亮太です。お、今下から蹴り上げました。ちょっとかすった形。それはまさに大崎選手が言ったような、こう覚悟というところがね。そうですね。それで動きが一気に良くなったような気がします。一つあるのかもしれませんが、バーって思います。コリアンデビルことチャンヒョンリーも今日はセコンドについています。さあこれが第2ラウンドになります。ジャブだったりフックとかさせられてるんで、思った以上にソンヒョン選手ああいうパンチですねもらってますし、よいしょよいしょでミドル、ああいうミドルだったりとかしてガードを固めさせてフック打たせないようにして、なるほど、
やはりこうイソヒョンとしてはもうこの体の強さでゴリ対策して戦うっていうよりは自分の良さを出して戦うタイプで、はい、今回中野選手がかなり対策してきてるなっていうふうに狙ってきています。近い距離しっかりと見ています。前回と比べて構えすぎちゃってますよね。イソヒョン選手は警戒すぎちゃってるんで、やっぱトラウマはあると思いますね。左打って、どうですか大崎選手、これはちょっと左フック、まあこの65キロですから、もちろんそのパワーというのは両選手ともにすごいものがあります。右ストレート、しかし左フックで返して、ここも左フック周りで打ってきます。中野がプッシュしてハイキック、少しソンヒョンが受ける形、あのパンチに対してやっぱカウンター狙われちゃってるんで、左フックのもっと下散らしていった方がいいかもしれない。中野もミドルを打ってきます。じわりじわりと距離を詰めていこうというのはイソンヒョン、ジャブで距離を確認する、ミドルを合わせる、もう一度ミドルだ、左フック、中野が前に出る、中野の左フック、狙いはですね、ソンヒョン選手は右に対して左フック合わせてますね、全部。なるほど、バックローこの形です。しかしここはしっかりと対策ができているのはイソヒョン。今のも頭でしょうか、少し当たったようには見えましたが、勝った瞬間はなさそうです。さあ試合再開、ボディでいく、膝を合わせる。さあ中村さん、はい、だいぶ結構そこ、ここは本当ちょうどぐらいのタイミングですね、はい、だからその出場します。原口健人選手もリングサイドから見つめます。その枠にどちらが入ってくるか、少しピッチを上げてきた両者、左フックに右ストレート合わせますね。中野の左フックに対して右のストレートということでいいですかね、はい、プッシュしていく、バックローまた来た。しかしここはガード対策はただやっぱ右を狙われるとやっぱ不用意に打てないですよね。左イソンヒョン陣営はそのような形で、まあ、ここもストレート綺麗に入ってくる。綺麗に今のは入りました。下から突き上げた、すごい音しましたね、ちょっと風間さん鈍い音がしましたね。バチャーとは言ったんですけど、はい、そこまで影響なさそうです。力が両選手ともにあります。フィラック痺れる展開です。右目腫れてますよ中野選手、さっきのアッパーなんですかね。やっぱりあの相当な音がしましたよね。ちょっと中野のガンを刺してくる、見てちょっとぐらついたか中野。やっぱあそこまでの超至近距離だとソンヒョン選手の上手のように感じますね。さあ1分切りました、あの右ストレートが当たる距離だと強いです。左フックを振っていく中野、ここもイーソンヒョンのストレート、タイミングがちょっと合ってますよね。右のそしてボディです、綺麗に合わせてくる、そして右ストレート、やはりこれだ、クを振ってくる。あの中野選手の左のガードが疲れてきてかだんだん下がってきてるんですよね。なので右のストレートが当たりやすくなってますね。そしてローです、イーソンヒョン、ロゴのチラシもいいですね。もう一度ロー行くかというところ、そして右ストレートをかけてきた、下がってんのに中野選手、そして今度はイソンヒョン左のボディ、これで中野の少しガードが落ちてくるわけですね。ここでゴングです。この3ラウンドでかかったですね。あの張り方下手するとガンカっていってるかもしれないですね。そうです、異常な張り方なんで、ちょっとドクター見てもらった方がいいかもしれないです。さっきのやはりあのアッパーの突き上げの時ですかね、かもしれないですね。結構バキャっていう音だったんで、ですよね、折れたような音だったんですよ、はい、もしかしたらそれかもしれないです。すごい音が響き渡りましたが、ただそこから中村さん、はい、あのイソニョの右ストレート綺麗に入ってきました。ドロージャッジアキア30対29、生まれた青イーソンヒョン、イーソンヒョンに2票です。以上2対0の判定をもちまして勝者イーソンヒョン。
お聞きいただいたように1人が29対29、2人のジャッジ、65キロ世界トーナメントへの切符をつかんだということになります。加藤さんは、はい、この一戦全体を振り返っていかがだったでしょうか。まあ一覧の目、やっぱ中野選手うまいな、距離の取り方うまいな、左うまいなと思ったんですけど、イーソンヒョンがこのライズ側から名前を連ねることになるでしょう。12月の一戦に関してはなかなか自身の中でも納得のいかないような、そんなコメントには感じられましたが、さあ中村さん、細かいこう決め